はい、戦国大戦の開封動画です。今回は本当は18パックだったんですけど、1パックついうっかり開けちゃったんで17パックですね。その1パックつうのはまあ普通のアンコモンだったんで問題なかったです。で、一応同じ筐体の排出順となっております。では1パック目、こいつよく見んな。つか俺いや、真田ってこいつしか引いたことねえな俺。今回、今日はもうね、今日もまた散々でしたね。お、あ、こいつは 初引きだ俺の時に。このイラスト好きだな。闘魂ね、はいはい。弓はやっぱ今きついね。うん、もう降りてる。もとこれこの前買ったばっかなんだよね。戦線な。この前頂上でジョン・コナーシュ君でしたっけ、使ってましたけどね。うん、まあ、永続にしちゃいいんじゃないかな。もう本当60カウントぐらいにしていく。そうしたら使うかもしれない。なかなかきついですよ。最近も勝率20戦で7勝とかですからね。まあ俺が下手ってのもあるんですけど。お、これ確か持ってたな。うん、豊臣も強いね。今よく見るのはやっぱ石田三成、よく見えますね豊臣は。前はいいよもう。いやー、レア2枚って結構やばいんじゃないかなこの段階で。うわー頼むわー、うわー頼むわー、うわー怪しくなってきたな。6パックですよ、あと。この段階でこれが出るか。いや、いや、終わった。いや、この段階で出るともう、数ではねえだろ、これ。はい、この前出た。いや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 。いや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 。残り3。いやいやいや、マジっすか。いやいやいや、残り2。うわ頼むわ。はい、ラスト。はい、徳川秀忠。レアばっかだったな今回。18パックで9レア合わせて4枚レアか。しかもこの2枚は買ったばっかっすよ俺。いやー厳しい今回は。あうん、はため息しか出んな。まあいいや、来週はちょっと控えようかなと思ったんですけど、うん、リベンジですね。来週もあげます。その時また見てください。では。